石原昭宏は日本のコンピュータゲームクリエイター。グッドスマイルカンパニー所属。元バンダイナムコエンターテインメント、サイゲームス。1996年に企画としてナムコに入社。学生時代はゲームセンターの常連利用者で、ナムコは自身にとって憧れの会社だったため就職活動中に記念として受けたところ採用されたと語る。 同期の企画担当者にはミュージシャンの中塚武氏がいる。入社から最初の10年間はアーケードの開発部門に在籍し、ジャンピンググループ、ガンサバイバーにバイオハザードコード、ベロニカ、青春クイズからフルハイスクールなどの開発に携わる。2005年に稼働を開始したザアイドルマスターでディレクターを務める。同作はドラゴンクロニクルで使用された、 リライタブルカードとタッチパネルを使う特殊筐体を流用する新作アーケードゲームとして開発が進められた。複数のディレクターがいたことから、その筆頭である石原は、ディレイチの通称で知られるようになる。アイドルマスターを家庭用ゲーム機に移植するにあたり、コンシューマーゲームの開発部門に移動。10年以上にわたり、アイドルマスターシリーズの総合ディレクターを務めた。 2016年1月31日にバンダイナムコエンターテインメントを退社2016年にサイゲームスに入社。同社とはバンダイナムコエンターテインメント在籍時にアイドルマスターシンデレラガールズを共同で開発していたという縁があった。ウマ娘プルティーダービープロジェクトのコンテンツプロデューサーに就任し、2018年に放映された同作の TV アニメでは、 シリーズ構成も手掛けた。ゲームアプリリリース前の2019年4月をもって、サイゲームスを退職、馬娘コンテンツプロデューサーも退任した。2020年7月に、バンダイナムコエンターテインメントの運営するウェブサイトに掲載されたインタビュー記事の中で、グッドスマイルカンパニー所属であることが明らかになった。ありがとうございます。